というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。まあ、この間僕はい、例のごとく、うん、深夜のドラクエウォークですよ。もう人気ですね。またビリともう足で漕ぐぐらいで自転車をねもうバン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 そう乗りながら前やってたら、はいはい、こうやってね、前からまあサラリーマン、ちょっとシュッとした感じのサラリーマンで、はい、で僕の横をもう超ブスですよ。申し訳ないけど、もうそういうのよくないですよ、それ、はい、もうちょ、だってもうブサイク、まあまあブサイクな子ですよ。まあまあまあいいや、はいはい、まあ、ブサイクな女の子が横を通るわけですよ、はいはい、いろんなでね、まあその前からサラリーマン来るでしょ、あ、こうなりますよ。このブサイクの女の子通り過ぎるよね、はい、このブサイクな子はね、こう見たんですよ、そっちの方、はい、まあそのリーマンの子、はいはい、あ、女の子でもこのパターンあるんだなって僕初めて。あ、これ男はよくね、いい女とか可愛い子前から歩いてきて見ちゃうでしょ、あー可愛いなー、ちょっとチラーって目がいっあるでしょ、よくありますよねとかまあ2人でおと友達と歩いててもはい、はい、こういうもの可愛くねぐらいの振り向きってあるじゃないですか、なんか特徴があるとね見ちゃうみたいな。これ女の子もやるんだっていうの初めて見ました。え、そのサラリーマンの人がめちゃめちゃイケメンだったとか。そう、なんかちょっとシュッとして凛々しいね、なんつうかもう後を期待される、あ、そんな感じの、うん、はい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 、サラリーマンですよ。背も高くてね、あれ目で折っちゃってたんだ、うん、そう、サイクの女の子だからそこよき半口開けるぐらいの感じでしょ。でも僕過去にね、深夜ですよ、はい、どっかで話したかもわかんないですけど、まあこのイケてない系の女の子ですよ、はい、歩いてるところへ、まあこのイケてるサラリーマンが、まあ多分もうなん電車もなくなっちゃったでしょうね、ナンパして声をかけました。ああ断ってました。あら、身持ちが硬いんじゃないですかねえ、これ、はい、いや何断ってんのって僕思いましたよ本当。これはそれはもう一生にないぞと、こんな出会いは失礼すぎますね。まあそんなのもあったんで、はいはいはい、だから女の子でも、まあ、やっぱいい男が来ると見ちゃうんだなっていうのを初めて僕、はいはい、あ、体験しました、うん、見ましたね、はい、まあまあやっぱり、ね、男性も女性も変わらないし、そうそう、めっちゃブサイクだった。もうだからもうさ、なんでわざわざその炎上するようなさ、だ将来ブサイクはブサイク以外言いようがないでしょ今令和の時代ですよ。変顔って言ったらいいですか。いや違う違う、もうあ、まあ、なんかもう本ネタいきましょう、はいはい、ね、はい、なんか聞きましょう。でね、はい、まあやっぱりちょっとね、はい、みんな大好きランキングですよ。あ、もうとにかくやっとけない。バカみたいにみんなやってるからまあ、ね、だからたまにはやっぱ翼チャンネルもやんないといけない、はいはい、ランキングしておきましょう、はい、って思ってね、はい、まあ、どんなランキング、こんなもん才能開花だなんだったらみんなやってるんで、すいません、やんないですよ、うん、これはもうね、そうです、まあ、キャラクターはさすがに結構も出たじゃないですか。いっぱい出ましたよね、まあ女の子キャラもいれば、はい、まあ、英雄もいれば、はいはいはい、まあいろんなのがいますと、うん、なんで、まあ、ちょっと今回3種類を一気にやっちゃおう。大盤振る舞いですね。大盤振る舞いですね。一個一個分けないです。あ、そうですかね、これ優勝ガチャ1本ずつは分けないから、ランキング別でしょ意味がね。そうそうそう、だからこれは分けませんよ。わ、はい、かりました。はい、だからこれね、何のランキングをするかっつって、はい、まずまあせっかくなんで、まあ、今回3嫁の才能開花がありました、うん、ありました。なのでまあドラクエタクトキャラクターお美女ランキング、美女ランキングときましたか。でこれは別にね、美女とくくってますけど、はい、まあいいっすよ、自分の好みでも、はい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 、こんな顔が好きなんだよなぐらいでも、まあその価値観ですね、いいです、はいはいはい、はい、ね、だからまあその美女ランキング、それから、まあ、このタイトルでイケメンランキング、あ、もうビジュアルでね、はい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 、で最後に、まあ、やっぱり美女イケメンときたら何ですか、これ変顔ランキングをしなきゃ変顔なんです。変顔ランキング、ブサイクとかでもなく、そうです、ブサイクでいいですよ、まあ、変顔ブサイク、まあ一緒ですよこれは。あ、そうですか、これ一緒です、はいはいはい、なんでこのランキングをやってみたいなるほど、はいはい、思います、はい、なんで、まあ、じゃあちょっと1体ずつあそうです、ね、やっていきましょうかね、はい、まあ、僕もね言うて事前に聞いてるから、じゃあまず美女ランキングいきましょうか。いきますか、うん、美女でいいかな、まず美女からいきますか、うん、はい、じゃあそれ発表してください。これは5位、5位ですね、はい、じゃあランキング5位からいきます。僕の美女ランク、まあまあもう正直好みですよね、はいはい、5位はですね、ビアンカです。おーおーおー、はい、これはどういうところですか。こちらはですね、僕今回その、まあ、元ネタをあんまり知らないってあるんで、うん、結構完全ビジュアル重視で見たんですけど、うん、これ1位まで発表したら多分理由がわかるというか、うん、俺1個自分で共通に気づいたんで、うん、それがあるんですけど、まあ結構1から決めていったんで、うん、消去法ではあるけど、まあ、なんだろうな、男勝りが好きなのかな。あ、いや、なるほどね、まあまあ見ていったら、まあ、まあいいですよ、まず5位、僕はまず5位、巻かないといけないから、はい、あ、すいません、僕5位はね、はい、フローラもうあれじゃん、5の、そう、2つもあるじゃん。これフローラね、これ何かって言うと、はい、僕初めてやった時にフローラ選んだんですね。ああ、はいはい、まあ、そう、うん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 、なるほどね、まあ、それもあるかな、はいはい、今回のタクトでは僕はビアンカにしました、確か。おお、なるほど、あ、やった時にね。でドラクエタクトもビアンカにしたかな。おお、ドラクエタクトじゃない、ドラクエウォーク、あー、ドラクエウォークではなんかね、まあ、心を一つもらえるっていうのがあったんですよ。あ、そうなんですか、はいはいはい、こいつ確か僕ビアンカにした。おお、なるほど、確か今回、うん、撮って
ったのはビアだったかな。なんかでもね、そっか、今回あれですね、トツが一番少ないやつをやったんだっけな。なんか思い入れなさすぎでしょ。忘れちゃったんだけど、まあとにかくフローレス、まあこれだから典型的に女の子ってね、まあ確かにね、おとなしい感じですよ。はいはいはい、まあこれ読みました。はい、わかりました。行きましょう。巻きなんか巻きなんか巻きでいきましょう。もうパパでいきましょう。今は僕はマルティナです。マルティナ、あの、あ、はいはいはい、マルティナね、キングダイフンの人ですね。あ、まあちょこっとどういうところがあって、はい、あの結構僕釣り身好きだなってありますね、ビジュアルで行くと。でまああの髪もまとめてて結構さっぱりしてる感じとか、まあドラクエ10じゃない11か、キャラ的にも結構好きです、マルティナ。釣り目は配信者になりますね。まあよくわからないですけど、はい、次行きましょう。じゃあ僕好きですね、はい、リーズレットですね。おー、リーズレット、これね、よく見るとまあまあ美人ですよ。あー確かに、ね、ちょっとかぶり、かぶったりなんかね、なんかね、ちょっとなんかふわふわーってますから、はいはい、もろに顔出ししてないような感じがあるので。なるほど、確かに、まあちょっと思いますけど、はい、まあでもやっぱりリーズレットね、ちょっと白メイクなのか色白なのかわかんないですけど、まあ、色白でしょ、まあ、ちょっと大人っぽい感じ、ね、そうですね、妖艶な感じがすごい。はい、じゃあ3位、はい、これゼシカですね。ゼシカ、はい、エイトみたいな、ね、あの、まあ、ゼシカね、バランテのね、はい、もう分からなくなってる、もうお下げじゃん、まあお下げっていうのかな、ツインテールですけども、まあでも確かにあのエイトは、まあ、これは僕の思い出補正入りますけど、うん、初めてやったドラクエなんで、うん、でドラクエ8に出てくる、うん、あのまともな女キャラゼシカしかいないんですよ、うんうん、まあ、だからっていうのはありますね、うんうん、で普通に可愛いと、はい、じゃあ僕ですね、はい、プリン、あ、プリンちゃんね、プリンね、よく見るとね結構可愛いですね。あんな結構あのちょっと頭巾かぶってるから、そうそう、あんま見えないですけど、見えないんだけども、多分もしかしたらダントツの美人度合いでいうと一番可愛いのかもしれないなっていう。全部あの帽子脱いで、そうそうそう、これハゲてない限りねとかモヒカンとかいう可能性もあるからね。まあ確かに帽子の中はね、そうそうそう、どうってか分かんないですよ、分かんないです、髪型普通の正常な髪型であればもしかしたら一番可愛いあちょっとフローラと系統がね、確かに、ね、似てるっちゃ似てる、はいはいはい、おしとやかな感じで、ね、飼い肉質のね、はいはい、まあそんなところ、分かりました。で僕次2位です、うん、これバーバラですね。おお、はい、バーバラね、これはね、僕も理由よく分かんないんですけど、でもパッと見た時に、あ、可愛いなって、あ、なんでしょ、僕と全然違う、いや、そう、今ね、聞いてて、ほんと真逆言ってます。ああ、はい、まあでも2位バーバラです、僕は、はい、僕です、ベロニ。おお、これはやっぱりね、ちょっと待ってください、これはこの子供とかじゃないですよ、あ、違う、やっぱあの、動きの仕草というか、あ、可愛らしいね、そうそう、あのダンスを見ちゃうと、はいはい、やっぱこれは入れなきゃいけないかな。あ、なるほど、うんうん、あのベロニカダンスですね、うん、ちっちゃい子が好きとかね、そう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 、あ、よかったよかった、危ない、まあ、そういう趣味はない、あ、よかったです、翼がどうかわからない、いや、俺も、まあ、まあね、過去にちょっとしょっぴかれた可能性があるけどね、あの、18歳までね、そうそう、やばいじゃないですか、メンバーになっちゃうから、うん、はい、じゃあ僕1位です、はい、これあの勇者姫ですね。あ、姫の、はい、あの、まあ、顔同じだけどね、まあそうなん、どっちも良かったんですけど、角度が違うだけだけど、ね、あの、ただなんか違うとこねえかなと思ったら、うん、まあ、勇者の方はここにほくろがありました。あ、やっぱりほくろでね、見分けをつけてる、ね、そうです、で僕は普通勇者姫だったんですけど、うんうんうん、これ1位から5位まで見て、うん、分かる人は分かるんですけど、うん、僕デコ出してるのが好きなんですよ。あーはーはーはー、で、まあ釣り目、まあ、ビジュアルだけです。デコフェチだったかもしんない。なるほど、デコバカ、スラリンガルとかどうあれデコじゃないでしょはい、まあ僕はそんな感じでした、ね、はい、で僕の第1位、これ、はい、デボラ。デボラ、おお、はいはい、なんかやっぱちょっとね、なんつーのかな、うん、食えないなっていうんじゃないけど、確かに一番ね、うん、はいはい、でもやっぱなんかちょっと大人の魅力というか、そう、妖艶さはあります、そうそうそう、はいはいはい、目の下に確かにほくろからあったよ、セクシーほくろ、これがいいねやっぱここの、そうだ、リーズレットとちょっとね、あー確かに雰囲気は似てるんですよ、はいはいはい、まあこんな感じです、こちらがまともな人間、はい、じゃあちょっとイケメンに行きましょうか、はい、これですね、僕これ結構うん、なんか系統似ちゃうなって感じですけど、うん、4位じゃない、5位テリーです。テリー、あの大きい方ね、大きい方ね、はいはいはい、だこれ前僕前にも言ってるけどちょっとこのね、性格悪そうな顔してるんですよ、目が、そうですね、目がつってる、ね、またつって釣り目フェチだから僕釣り目好きなんです、これ配信者にもいますもうそれはいいんですよ、僕はこれテリーです、はい、僕はね、変身前、人型オルゴデミル、ちょっと待って、マジでオルゴデミル、おー、あれか、はい、もうだって、マスクとかかっこいいと思わないですか、マスクですか、マスクだとか、まあ例えばバットマンだとか、あー、そういう意味ね、はいはい、そういう、なんつうのかな、ペイントした人かっこいいと思わないですか、あー、俺だから同期しわくって言っちゃうから、出来上がってるでしょ、まあ、で結構キザったらしくて、確かに、はいはいはい、ああいうビジュアルというか、もうだからかっこいいなって、あー、なるほどね、こいつエンターテイナーだなって思う、あ、それは確かにね、そういう意味のかっこいいですね、あー、まあ勝利ポーズも確かにね、そうそうそう、はいはいはい、まあ、そういうわかりました、はい、もうそういう意味でいくと僕ちょっと今回ね、うん、また真逆ですけど、うん、4位はカミュですね、うん、はい、これもカミュは確かマシェリさんかなんかが、そう、もう大絶賛、イケメン言ってましたよね、まあ、11やったら分かるんですけど、うん、まず妹思いだとかね、うん、まあ、盗賊やってけど正義の心とか、うん、結構あの男の子が好きな様子詰め込んだキャラです、はい、はい、なるほど、僕ですね、バラン、これはもうダンディーでしょ、
わかりますよ。シビ。いや、めっちゃわかります。ね、はい、翼さんああいうおじさんになりたいでしょ。めっちゃなりたい。ね、はい、だからまあそういう意味のかっこよさ。はい、いや、わかる。渋みのあるかっこよさ。すげえわかる。はい。バラン。バランね。はいはいはい。これめちゃめちゃわかります。はい。じゃあ行きますね。3位、僕、ククールです。ああ。はい。まあ、これもクールはでも結構ね癖あるよね、顔にね。そうですよ、なんかどっちだみたいな髪型というか、まあああいうなんつうのフェンシング系のね。ああ、そう、まあまあ姉持ってますしね、サーベルで。セバスチャンって名前にしたいから、ね、でもこれね、性格の話なんですけど、エイトやるとちょっとその面白さが分かるというか、うんうん、ヘラヘラしてんですけど、締めるとこ締めるっていう。なんか変な先輩みたいな。あ、そう、いるんですよ。いるんだよね。はい。ちょっと最初か感じ触るようなタイプのやつがね。個人、まあそれはねちょっと話し出すと長いんでやりますけど、はい、そういうとこ好きです。なるほどね。はい。まあ、僕はねハドラーです。おお、ハドラー。これもこれはもうっていうことでしょうね。はいはい。だいぶ、ね、ちょっとかっこいいですよね。わかりますわかります。やっぱりなんつうのかな、ちょっとふずね、まあアニメで見ると。はい。まあちょっと汗垂らしたり鼻水垂らしたり、まああれはね、あの時代のねあるんだけど、はい、シュッとしてる時ってあるでしょ。ありますね、かっこいい時ね。 でやっぱりなんつうかな、爪が武器な感じあるけど、あのタクトにはそこが出てないでしょ。これ万が一後々開花されたら多分すごいなんか苦労系の技が出るんじゃないかななんて僕は思ってる。急に物理系になっちゃう。まあそういう感じですね。はいはいはい、うん、いきます。じゃあ僕2位です、うん、これはもう魔剣士のピサロですね。ほうほう、はい、まあ、もう王道できてるな。まあめちゃめちゃ王道ですよ。っていうかまあイケメン探したんですけど、よく見るとみんな同じ顔してるんですよ。ああのまるで同じ人が描いてる人も、うん、そうそうね、もうまあ深くは言わないですけど、うん、まあでもこの正統派イケメンの中だと一番なんか、うん、あこいつかなみたいな、こいつが一番失礼ですけど、ね、ピサロかなって。僕はですね、はい、ドルマゲス。うわー、それペイント系ですか。まあそうそうそう、はい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 、あのエンターテイナー。いや、まあこれはもうそういうかっこよさ。悲しいな、言ってますかね。そうそうそう、はいはいはい、これはもう本当に、まあ、ピエロじゃないけど、ピエロってだってね、はい、日本人ってあんまりピエロ恐怖症っていないけども、ないですないです。ちょっとやっぱかっこいいというか。そうですね、一回ぐらいやってみたいと思うでしょ。やってみたいと思いますね、子供たちがいるところでやってみたい。風船とか持ってね、こうやってみたいな。そう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 、そういう意味のかっこいいですね。はいはいはい、出来上がってんなって、完全にキャラ作りしてんなて。まあもうあれ一発で覚えますからね。はい、はい、まあ、そんなとこ、ね、分かりました。これ1位なんですけど、すいません、ようやくかぶってしまいました、うん、これバランです。ああ、はい、なるほど。やっぱ渋みで。そうなんです、まあ、なんせ今翼くんはねちょっと小僧感を消したくてしょうがないから、ダンディーなおじさまに憧れる年頃なんで、ね、もう阿部寛さんとか安田顕さんとかに、うん、かっこいい。高田純次さんとかも好きでしょ。もう好き。さっきもねちょっと話したそうそうそう、もうやっぱかっこいいなってなっちゃう。でもこれバラン系よく見てください、本当に他にいないんですよ、うん、バラン系のおじさんが。その結果生やしてるし、ね、そう、もうこのフッてなってるような、うん、まあ、その結果こういう順位になっちゃったということです。はい、僕の第一です、ね。はい、これなんだ。ネルゲル。ネル、あー。これね、よく見てください、ね。はい。結構イケメンです。なるほどね。で、勝利モーションですね。はいはい。もう傷というかビジュアル系というか。いや、もうやってますよ。もうカマがギターぐらいの。ギターかマイクだから、ね。マイクかギターぐらいの感じの。やってますよ。モーションしてですね。はい。あれね、なかなかかっこいい。確かに。髪型もちょっとね、出来上がってるというかね。もう、まあ、髪型というか、そうそう、だちょっとオルゴデミア系なんだけども。でも、系統はやっぱ貫いてますね。まあ、一応ほら、ハテナハテナの方だからね。はい、魔王系的な感じで。まあ、そう寄せてるんだけど。なるほど。顔もあれ、本当にメイクなのか、ただ青い顔してるのかよくわかんないんだけども。悪魔っぽいですね。でも、まあ、よく見るとね、顔はきちっとしてるんですよ。ブサイクないですね。なんで、まあ、これが。はいはいはい。あ、面白い話でした、これね。じゃあ次は、変顔で。ね、はい、はい、これはもう僕はもうちょっと待ってね、わかりました。まあまず一発目、うん、これはもう最近出たんですけども、武道です。武道、ああまあ変えるんですか、ね、そうそうそう、純粋に、ね、やっぱなんかよく見たらこの辺とかもだらしない皮膚、あれもっとキャッとしたらもうそれこそ雑魚キャラでもいいですよね。そうそう、爆弾はなるんじゃねえかぐらいの顔してるんで、うん、でも面白い顔してるんだと。なるほど、はい、まあ、僕はまあ定番ですね、ウルノーガ。まあまあやっぱそこ来ますよね、うん、はい、まあなんつうか巨人系のブサイクというかね。あれでまあイケメンのしようはないんだけども、どうしようもない、まあ、そして余計にねすかされてくれたでしょ、キャラ的な位置で、ね、そうですね、強くもなかった、まあ、そういうのもあって、まあ、はい、ウルノーガですね。はい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 、わかりました。これ4位です。ちょっとねかぶるんじゃねえかな、ヘルクラッシャーです。ああなるほど、はいはいはい、もうこれはもうね、うん、まあもう言わずもがなという感じで、うんうんうん、はい、僕はね、打天使。おお、打天使、打天使エルフ。よく見てください、これ豚鼻ですからね。まあもうなんかなくなっちゃってますから、そうそうそう、ここ削られたぐらいのね、穴だけしかね、うん、分かる。まあこれがやっぱり多分ドラクエタクトって多いんですよね、この鼻の穴を強調するのが、ね、そうですね、骨っぽくしちゃうみたいな、うん、骸骨から来るんだろうけどもはいはい、はい、まあそういうことですね、分かります、これね、はい、
まあ3位です。まあこれもね、あれ期待ですみませんよ、トロルキングですね。ああ、はい、まあ典型の、ね、師匠あれもうベロベロやってて、ね、まあでも僕は愛嬌があるっていうキャラの方にしちゃいますけどね、あれはね。あれはあれだ、バトルロードのあいつのせいじゃないですか。いや、というかまあゴーレムだとか、まあ、ああいう系はもうなんか、うん、愛嬌で、うん、なります。そんなブサイクと、もうそこを見ない、あいつ、ああ顔でね、体とあの顔で、ああもうこういうキャラクターっていうぬいぐるみのような人。いや僕まだベロンが無理です、ね、はい、そうです。僕はもうだから被りましたけど、はい、ヘルクラですね。まあですよね、ここはそうです、うん、これもやっぱ花子なんですね。まあ、まあ、そう、もうそこなんですよ、うん、はい、はいはい、まあそうですね、はい、これ2位ですね、うん、もうデスピサロです。おーおーおーおおだって2個あるんですよ顔、うんうん、と僕は思っちゃうんですけど、うんうん、で変な顔じゃないですか、うん、よくよく見たら、うんうん、かっこいいねだろうなと思います。まあ僕次で言うと、まあちょっと2体被っちゃうんだけども、はい、まあゾーマ、まあゾーマ、はい、ゾーマもね、なんかなんつうんだろうな、あれね、この被り物というか着物取ったら相当やばいっす、あれ。だからあれも骸骨系ですよね。骸骨だし、はいはいはい、なんで鼻をあれにしちゃったのかなってヘルクラと大して変わんないですからね。まあ2本のね、うん、はい、なってますから。そう、あれはあのフォルムがあるからいいんであってあれ本当にそのまますっぽだかだったら多分相当雑魚キャラというか。確かに、あの全部ね、あで、まあこれに匹敵するのがよくよくこれね、プチソン。ああこれね、ちょっと目離れて、離れすぎなんですよ、目が。なんか、こことここまで。申し訳ないけど、秒速何億円の人を想像しちゃうんですよ、あれ見ると。ちょっと似てるんですよ。よ、みたいな。そうそうそう。ちょっと似てる。どっちにすれか分かんないよ、これ。過去のね、はい、一番最初に出てきた時の。ちょっとむくれてる方がね。そうそうそう。分からんことないですよ。そう、似てるなと思っちゃうんですね。はい。第1話ですか。僕、これ、グラコスなんですよ。あー、まあまあ、魚ですよ。もうなんて言ったってタラゴ口よりちょっと面白くて、あの感じ、あので、あの口がこのへの字、うん、で、あのこれなんじゃないですか、うん、え、そんな面白くないですか。僕結構あれ、あのまあなんか僕はまあちょうどそのなんつうか、ちょうどねギリギリストライクゾーンから外れてるという、ね、あーボール違います、うん、まあ魚だしぐらいのまあそれ人間じゃないけどね、うん、はいはいはい。僕はこれ何のランキングでしたっけ。変顔ランキング。変顔ランキング、はい、これも1位はちょっと大々的に発表しないと。そんなにあのいますか。これもう3、2、1で発表しますやめていいですかもう、はい、ちょっと3、2、1わかりました。あのこれも3、2、1、くん翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、チャンネル登録してくれよな。